深谷城は、現在の埼玉県深谷市本住町にあたる武蔵国、半沢郡深谷にあった、日本の城である。形態は平城。城跡は、埼玉県指定旧跡。また外堀の一部が、深谷市指定史跡。交渉2年に、深谷上杉市の上杉冒険が、大地の北端部付近に築いたものである。天正18年、豊臣秀吉の小田原征伐で開城するまで、 深谷上杉氏の居城であったが、徳川家康の関東入部に伴い、長沢松平家の松平や砂直が一万国で入城した。その後、家康の七男松地を兄の六尾忠輝が継いだ。しかし、忠輝は慶長七年に下宇佐桜へ転覆となり、慶長十五年に桜井松平氏の松平忠重が入報したが、元那八年和佐国佐ぬきへ違法された。 その後、堺忠勝が一万国を領有して入法したが、官営四年に武蔵区に川越へ移法となり、深谷藩は廃藩となり、官営十一年に廃城となった。外堀藩1924年に県指定旧跡となり、城市公園として整備されているが、遺構の多くは埋没している。模擬石垣、平営、堀が作られている。 また隣接する富士浅間神社の周囲には1958年に指定史跡に指定された外堀跡が残っている。ABC 山口恵一郎、日本知名自典史長村編東京堂、出版、1980年10月。ISBN978 から44億900010万1355、ハット ABC、深谷城跡深谷市公式 HP、ハット ABC、 深谷城外堀屋と深谷市公式 HP、沢出明腰編著、深谷城跡深谷市教育委員会、1987年、深谷市教育委員会1987から2010、深谷城跡ありがとうございます。